はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日の仮想通貨マーケットは、まあ、大きく上昇してますね。まあ、どの銘柄がというよりも、全体的に非常に大きな下落となっていることもあって、えー、かなり、まあ、短期でビットコインや仮想通貨、諸々の先物取引をですね、している方は、まあ、少し痛いような状況になっているんじゃないでしょうか。で、かつ、僕もですね、現物をほとんど持っているんですが、まあ、かなりですね、まあ、下落をしていて、 あの、まあ、金額はどうこうというよりも、パーセンテージ的に、まあ、久しぶりにこれぐらいの、ま、下落をですね、えー、食らってるなという感じが、ま、します。ここ最近非常に好調だった L1 チェーンもですね、今日については、もしくはここ最近については、非常に勢いをですね、失っていることもあって、ま、若干ですね、ちょっと、あの、マーケット全体的に残念な一日になってしまっているかなと思います。 で、こんなタイミングでやっぱり我々が注目しておきたいのはオンチェーンのデータもそうなんですけれども、まあ今日もやっぱりですね、マクロの関連ニュースというところが非常に重要かなと思っています。であとは、今後ですね、半減期に向けてまあいろんなデータが出てくると思うんですけれども、まあそういったところも日々皆さんにテレビのチャンネルを通じてご紹介をしていきたいかなと思っています。はい。まああの、マーケットが落ちてるとき、上がってるとき、まあいろんなデータを見て、 え、分析をするっていうことも、まあ大事だと思うんですけれども、まあちょっとあまり過度に、頻繁に、え、データを出すっていうこともですね、まあしない方がいいタイミングもあるのかなと思っていて、え、まあちょっと、あの、わざと出さないっていう時もあるんですけれども、まあ今後はですね、より半減期が近くになってくるにつれて、より皆さん多く頻繁に取引をしたりとか、まあ結構いろんな情報にセンシティブになってきたりとか、また今週の金曜日からですね、雇用統計の発表があったり、 え、来週以降もですね、非常に注目の高い、えー、いろんな経済指標だったり、スピーチも出てくるので、まあそういったところは随時皆さんに、えー、オンタイムで、もしくはリアルタイムでアップデートできるように、まあこちらのテレグラムや概ランの方にもリンクがあるので、えー、そちらから入っていただけると嬉しいなと思っています。今3000、すみません、7500人を超えた規模になってきているので、えー、かなりですね、情報ソースとして、えー、まあ非常に好評いただいているような今状況かなと思っています。 で今日はですね、今申し上げたように、この下落しているタイミングで、オンチェーンのデータってどうなっているかというところに加えて、マクロのデータ、そして、今のこのセンチメントを基幹投資家がどう見ているのかとか、まあそういったところもですね、やっぱり我々は中長期でこのマーケットを見ていく中で、すごく重要なポイントになっていくんじゃないかなと思いますので、ぜひ最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。まああとはこのタイミングで、 新たにですね、ちょっとまた投資しようとか、まあ、ヘッジしたいなとか、まあ、いろいろ資金用途があるんですけれども、今ですね、バービットでもう既に口座を持っている方も対象に、概覧の方から入金していただくだけで、最大1500ドルのボーナスをもらえるキャンペーンをやっていたりとか、新規で口座取引開設していただくと、入金額に応じて最大450万円というすごい金額の取引ボーナスをもらえますので、こちらはですね、この機会にぜひお使いいただければと思っています。 はいってことで,ですね。まずはこちらのニュースからちょっと見ていきましょう。今回のですね、ビットコインや仮想通貨全体全体の大きな下落なんですが、全般で、全体でか、400ミリを超えるリクエデーション、いわゆる強制のロスカットがですね、ビットコインと他の仮想通貨全般で起こっていたと。で、ビットコインについてはですね、6万6000ドル近辺まで下落をしていたということもあって、久しぶりに あの、ちょっと肝を冷やしたような展開だったんじゃないかなと思っています。あとはこの400ミリオンという肝に関しては、ほとんどロングが切られたというようなことになっていまして、ここ最近ですね、本当史上最高レベルで先物の,の縦玉が溜まっていたという状況ではあったんですけども、そういったところが徐々にですね、少しあの削減されてはいる一方で、あの、今の水準まで縦玉が溜まったイコール、下落が起こるかっていうと、必ずしもそうではないというふうに僕は思っていて、 今もですね、継続的に、どん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 、先物マーケットには資金が入ってきていると思いますし、あとはですね、マーケットが盛り上がっていくに従って、この縦極のサイズっていうのは、強気相場の間、成長していくと思うんですよね、絶対額という意味では。なので、今は過去の水準と比べて、かなり高い水準ですね、というふうに言われている一方で、この縦極が積み上がっていくモメンタムみたいなものは、今後も継続して続いていき、それが続いていく間は、 この上昇マーケット、上昇相場というものがですね、続いていけるような勢いがあるというような一つのサインなんじゃないかなと思うので、これは必ずしもネガティブなサインとして捉えないでもいいのかなというふうには個人的には思っています。あとはですね、ちょっと皆さんと一緒にオンチェーンのデータをですね、いくつか見ていきたいと思うんですが、やっぱりですね、さっき出ていたような先物ベースの大きなロスカットっていうのはある一方で、またこちらですね、これ何かっていうと、 え、これファンディングレートなんですけど、ファンディングレートがキトーンと下がっていると。で、ここ最近はやっぱりこの大きくビットコインが、もしくはなんか、何かしら調整があると一気に、あの、ファンディングレートもボーンと下がっていってしまうということもあって、ちょっとリスクを取ってる人たちが、え、コアコアやってるなという感じは、まあ今、やっぱりありますよね。ちょっと盛り上がってるというよりも、また反発を、あの、狙って、反発をしていくに従って、まあそれにうわーって乗っていくような感じで、まあ半減期がやっぱ近いということもあるので、 その大きな波を逃したくないっていうことで、やっぱちょっと上がればそれについていく。まあちょっと下がればそれもちょっとついていくみたいな感じになってしまっているので、まあ今やっぱりちょっとボラティティが高くなりがちなタイミングかなというのも今一定程度あるのかなと思いますし、まあそういった相場が引き続きついていくんじゃないかなというふうには思います。はい。まあとはですね、マーケットに溜まっているというふうに言われている利益に関しては引き続き高い水準でもあるので、まだまだ短期的な売りというのは、まあ出やすいというか、あのそういう状況では え、あるんじゃないかなと思いますが、この6万6千ドル、5000ドル近辺まで下がってくると、ま、さすがにこっから追加的に、ま、投げ売りみたいなものっていうのは、まあ、強制ロスカットでない限り、ま、出づらくなるんじゃないかなと思うので、えー、少なくとも、あの、現物で持っている方々に関しては、え、ここはですね、非常にいい、あの、追増しのポイントにはなるんじゃないかなというふうに僕は思っていて、実際ですね、まあ、昨日ビットコインもそうですし、え、ソラナに関して、え、いくつかですね、まあ、昨日というか、ま、これを取る直前なんですけれども、 結構ソロなところも買ったりとかしていて、あの自分のちょっと溜まっているステーブルコインですね、を使ったりはしています。はいまあ、あとはですね、これ結構重要かなというふうに個人的に思っている、ショートターム。ショートタームっていうのは、155日以内にビットコインを買った人たちのことをですね、まあ、いわゆるショートタームの投資家と、ここで分類しているんですが、彼らがですね、今ロスカットを出しながら現物売りっていうのをしていますと。で これがですね、起こるタイミングっていうのは結構な頻度で、ローカルボトムといいますかね、あの、反発をするようなタイミングに近かったりもするので、えまあこれ過去さんをかのぼって見ていたのも皆さんお分かりだと思うんですけれども、まあ今、結構いい水準に来ているというのも、まあこういったところから、まあ結構いい水準っていうのは、いわゆるその買っていく水準としては悪くないのかなというふうに個人的に思っています。ちょっと今、これだとわかりづらいので、 過去1ヶ月のですね、チャートを見てみると、こんな感じになっていて、まあちょうどここ、同じように、マイナスを出しながら、ショートタイム投資家が、あの、売っていたタイミングっていうのは、ちょうどボードもつけていて、で、今というのも、まあ、ここからもう一段下がる可能性はある一方で、まあ、ある程度、ロスを出しながら売ってるタイミングっていうのは、まあそこが近いよね、ということで、まあ、1日2日、もしくは1週間ぐらいかけて、ドルコスト平均法でポジションを積み山しながら、 買っていくっていうのも一つ周りだったりはするのかなというふうには思ってますね。はい。まあ無理に買う必要はないんですが、まあやっぱり買いたいなというふうに思ってた人たちは、こういったサインも一つ参考にしてみると、まあいいのかなというふうには感じたりはしていました。はい。で、他にもですね、皆さんと見ていきたいいくつかのチャートがあるんですが、まずはですね、こちらご紹介をしていきたいと思います。はい。で、これがですね、さっき言っていた縦玉の今、積み上がり方なので、 え、ビットコインのですね、白がビットコインの価格で、え、この紫がビットコインの先物マーケットの縦玉になりますと。で、え、今ですね、非常に高水準にあるわけなんですが、ま、これはですね、必ずしも、ま、あの、中長期的な売りのサインではなくて、え、短期的には一旦売却が出る可能性がある一つのサインにはなりかねませんが、やっぱりここでもわかります通り、大きくこの縦玉が積み上がっていってるっていうのは、 必ずしもネガティブではなくて、マーケットに勢いがついてきているというようなサインでもあったりするので、これはですね、今、ネガティブで過去から見てもかなり高い水準なので、売りですよねというよりも、今はですね、非常にマーケットで新しい参加者が、機関投資家とかからも入ってきてもいるので、これがもっともっと積み上がっても全然おかしくはないなと思います。ただし、ボラテリティが、 え、高まりやすくなるっていうのは間違いないと思うので、まあ、それを考えながら、まあ、今のマーケット環境を、まあ、一つ占っていく上での、まあ、サインとして見ておくぐらいでいいのかなと思います。まあ、つまり、つまり、モーメンタムも測る上での指標として、見るぐらいの、あの、ものなのかなと思いますね。まあ、いくつかの、え、サイトだったりとか、まあ、分析をしている方は、まあ、こういった縦曲がですね、高い水準になると、まあ、一旦ちょっと調整来るよ、どうよっていう話はあると思いますし、今回も実際に、 一定程度の調整は来ていると思うんですが、これがもう上昇相場の終わりということではないと思うので、まあこれは一つ面白い分析だったのかなと思います。はい。まああとはですね、こちら何を示しているかというと、この一番下の赤のボックスで囲まれているものはですね、バイナンスで今取られている先物の,の縦玉になっていました。大きくドーンと下がっていたわけなんですけれども、まあこれによって非常に多くの投資家が、まあ一旦ですね、先物マーケットで え、ポジションを生産した、もしくはさせられたというのが、実際に起こっていたことですと。で、これらを見てみる限り、まあ、これ本当だけで、全て判断できないんですけれども、まあ、一旦ちょっとですね、調整が終わりに近づきつつあるようなサインっていうのも、いろんなところで見えてきているのかなと思うので、まあ、あの、今すぐ買いましょうというよりも、さっき言ったように、もし今のタイミングで買うことに、あの、興味を持つ、もしくは魅力的だと感じれば、ドルコステ基本みたいな感じで、 少し時間だったりとか、まあ日数タイミングや金額も分散させて買っていくタイミングとしては悪くないような水準感なのかなとは思いますね。はい、続いてはこちら見ていきたいと思いますが、これですね、何を示しているかというと、ビットコインのですね、先物の,のファンディングレートになりますと。で、ファンディングレートっていうのは、ビットコインの先物をロングしたりショートしたりするときにかかってくる、まあいわゆる金利のコストになりますと。 で、この緑がですね、まあの、バーチャートとして立っている場合っていうのは、ビットコインのマーケットが、えっ、ー、と、先物マーケットですね、まあ。買いに肩、買いに肩になっている。買いに非常に大きく傾いている。もしくは赤になっていれば、ショート、まあ、売りがですね、大きくマーケットで重算でいるような状況になっていますと。で、ここでどんなことを言っているのかというと、大きくですね、まあ、今みたいにファンディングレートがポジティブな時っていうのは、 まあ、あの、ここでは解説はされていないんですが、大きくやっぱネガティブになった時、特にマイナスの0.1%という水準を、まあ、超えて下落をしているタイミングっていうのは、クジラの人たちがですね、そういったショートをしている人たちのポジションを買ってですね、あの、買ってってバイする買うではなくて、まあ、いわゆる彼らのポジションを借るようにしていって、わざと彼らに、強制ロスカットをさせるような、買いのフローを入れてですね、 自分たちの買ったポジションをさらに押し上げていくようなパワーを使っていくような、まあ一つ、まあ技,技をですね、するような状況に過去に遡ってみるとなってますよというのを、まあ、こちらで紹介しているような状況になっていますと。で、今のタイミングでは、まだマイナスの0.1とかマイナスには正直なっていないので、ここまで,ここまで大きなあの上昇相場に短期的に繋がっていくかどうかっていうのは、まあなかなか難しい判断ではあるんですが、 まあ一つですね、今後近い将来もしかするとこの半減期の前後で大きく下落するタイミングがあるかもしれませんけれども、そういった時に一つ半減期のこのマイナス水準だったりとか、マイナス0.1っていうような、まあここにこだわる必要はそこまでないかもしれませんが、ファンディングレートを見ておくことによって、どちらかというと中長期でアップサイドを見ているのであれば、まあ一つのいい買いのサインとして、 え、見られるんじゃないかなと思うので、まあ、ここも一つ見ておくと面白いんじゃないかなと思います。まあ、どれが本当に絶対的な指標かっていうのはないので、いろんな指標を使うことによって、今のセンチメントって、例えば自分の中で、マイナス10からプラス10まであれば、どれぐらいの水準なのかなっていうふうに判断をしていって、じゃあ、これぐらいになったら買っていこうとか、これぐらいになったらドルコスト影響で、 買い始めようとか、まあそういった戦略を作る上で、一、まあ、つの参考としてなれば嬉しいなというふうには思っています。はい。で、続いてですね、こちらになりますが、今日すごく注目をされていたんですけれども、アメリカのですね、司法省が今管理をしている約2ビリオン US ドル入ったビットコインのウォレットがあります。まあこれはですね、いろんな違法のビジネスをしていた人たちから、あの、まあ奪った、徴収したビットコインなんですけれども、これのですね、 え、コインあ、すみません、えっと、送金テストみたいなものを、え、やったと。で、え、この送金テストが、え、コインベースに怒られたということで、え、今後ですね、ま、これが問題なくできたということであれば、この2ビリオン分のビットコインを売却していくだろうというふうに、え、まあ、見られていますと。で、これがですね、あの、果たして大きいかどうかなんですけれども、まあ、2ビリオンに関しては、あの、正直小さくはないと思うんですが、今のですね、ビットコインのマーケットの、 誘導線を考えると2ビリオンに関してはある程度わざと2ビリオンボーンとダンプしなければある程度問題なくばける規模なんじゃないかなと思うのであまり心配する必要はそこまでないかなと思いますとただしここ最近よく見られるのがこの何ビリオン単位でビットコインをですね持っているウォレットが結構ウォレットのウォレットのとかビットコインの送金というのはですねウォレット間で していて、もしかすると売る準備っていうのをですね、しているんじゃないかなっていうふうに見られるような傾向がいくつか出てきています。で、これらはすぐに売却するっていうわけではないかもしれませんが、え確実にですね、ある程度、資産の整理して、今後、売ろうかなと思っている分、もしくは取っておこうかなと思っている分みたいなものを、まあ、ある程度分けて管理し始めているのかなっていうのはあるので、まあ、このあたりのボレットの動きみたいなものは、一つ見ておいても面白かったりするのかなとは思ったりはしています。 はい。ま、あとはですね、スポットビットコインのマンスリーのトレーディングボリュームが2月と比べると約3倍弱ぐらいですね、なっていますよというのが今回のこちらのニュースになっていますと。で、非常に面白かったのは2月のですね、タイミングでのトレーディングボリュームっていうのは42ビリオンだったんですが、3月に入って111ビリオンのトレーディングボリュームにスポットビットコイン ETF でですね、なりましたと。で、やっぱりですね、この トレーニングボリュームを見る限りは、あの、回一辺倒では正直なかったじゃないですか。なので、かなり短期的な取引をする人たちも、このビットコインのですね、先物っていうのも使っていたんだなというのも、えー、分かったかなと思いますし、まあ、あとはですね、意外とこの今のタイミングで入ってきている、えー、ビットコイントレーダーというか投資家の方々についても、まあ、そんなに長期的には、あの、ビーを持って入ってきているわけじゃないんだなというのも、まあ、一定程度感じられたかなというふうには思っています。 まあ,あとは、4月のですね、10日以降に、またあの新規の投資家っていうのが入りやすいような市場環境にありますよというのは、もうこのチャンネルで何度もご説明していますけれども、これがどん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 ですね、タイミングを、まあ、あの、木を追うごとに、トレーディングボリュームがどんどん大きくなっていくっていうのが見えてくることによって、やっぱりですね、この仮想通貨のマーケット、ビットコインのマーケットへの え、可能性みたいなものをやっぱり見出す人がもっともっと出てくるんじゃないかなと思いますし、またやっぱこの111ビリオンのトレードが行われているということは、ま、今後ですね、もう必ずと言っていいほど、え、オプションだったりとか、え、先物の,のマーケットにもっともっと大きな資金が入り始めると思うので、ま、これはですね、やっぱり中長期的に見ると、え、非常にポジティブなサインになるんじゃないかなというふうに僕は思っています。通常であれば、 これは株式マーケットも債券のマーケットもそうなんですけれども、デリバティブのマーケットって現物のマーケットよりも何倍も大きいんですよね。で、そのマーケットが成熟してくることによって、より多くの投資家が参入しやすくなったり、まあ、特にプロの投資家が参入しやすくなったりもするので、より多くの資金をですね、呼び込みやすくなってくるということもあって、かなりですね、このクリプト、特にビットコインについては、期待感がそういう意味でも、今後さらに高まっていくんじゃないかなとは思っています。 はい。ま、あとはですね。まあ、ちょっと話が変わりますけれども、これ昨日ちょっと紹介していたニュースがですね、改めて出てきているのでご紹介したいんですが、世界で本当に大きく有名な、アンドリーセン・ホルビッツ、A16Z というですね、ファンドがあるんですが、これがですね、ゲームのファンドを持っていて、今後45日間の間に35ミリオンのですね、投資をしま、すみません、30ミリオンの投資をしますと。で、1件あたり、 75万ドルの投資を本当に何件にもするので、連絡くださいみたいなことを言っていたわけなんですが、これをですね、言ってる背景っていくつかあると思うんですが、やっぱりですね、まずそもそも彼ら、このアンドリゼ・ホロビッツが資金調達をしていて、で、預かってるお金っていうのはずっと、あの、手元に置いておくわけにはいかないんですよね。運用期間っていうのがある程度決まっているので、その期間内で投資をして、回収をして、 投資家に返さなきゃいけないというのがあるので、まあやっぱりこのなかなか待てないというのが、えー、まあ,ありますと投資をずっと待つってことにはわけにはいかないと。で、えー、このタイミングで一気にこの資金を使ってしまおうというのは、まあやはりですね、ブルーマーケット強気のそばが、ま今後、このアンドリー・ス・ホルビスとしてもかなり来る可能性が高いと思っていることもあって、ここで手元にある資金を集中的にですね、使っていこうというような戦略に今出ているんじゃないかなと思います。で、 え、まあ先日もご紹介しましたけれども、本当に今たくさんの投資家が、いろんなプロジェクトに対して、投資をし始めているんですよね。まあ本来であれば昨年、おととしにできてればよかったんですけれども、まあやっぱりビットコインのスポット ETF の承認というタイミングをえ超えたあたりから、本当に積極的なえ投資というものが、ものすごく、え、まあ加速していって、まあこれがその一環で、かつこういったものがですねど、んどんどんどんもっと熱を帯びて、マーケットに入ってくることによって、 よりですね、マーケット全体が加熱しやすくなる。そうすると、上場しているプロジェクトの,あのまあ価値とかっていうところもまあ押し上げられたりとか、あとはですね、本当にブルーマーケットのもう少し時間が経ってくると、ベンチャー投資って結構投資をしてから3年、4年、5年とかもっと長く回収するまで時間がかかるものもあるんですけれども、もうそんなに待てないと。今投資したらもう次の回収タイミングっていうのはベアマーケットになってしまうので、 ベンチャー投資としてではなくて、上場している遠くに対して投資をするようなファンドをですね、やろうみたいな人たちが出てくるわけですよ。で、今後おそらくそういった人たちがどん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 入ってくるということもあって、このベンチャーキャピタルが投資をしている領域だけではなくて、上場もののマーケットに資金がもっともっとこういったところからも入りやすくなると思うので、 まあ今はですね、やっぱり少し短期的にマーケットは落ち込んでいますけれども、やっぱりですね、もう少し長い目で見てみると、かなり強気相場に入っていく中での、まあ単なる調整に終わるんじゃないかなと思っています。はい。まああとはですね、まあこれも一つ面白いなと思ったんですが、ゴールデンツリーというですね、世界的にも非常に大きなアセットマネジメント会社があって、これがですね、1年2年前ぐらいにクリプトの分野を立ち上げたんですけれども、まあ彼らがですね、自社のクリプトトレーディング投資の え、部門をですね、リパブリックという、え、クリプト関係の投資会社に、え、売却をしました。これによって、まあ、あの、クリプトだけではないんですけれども、え、リパブリックデジタルというふうに名前を変えて、え、クリプトへのですね、投資のビジネスというものを、え、また別で、しっかりと作って、まあ、アセットマネジメント会社ですね。ま、あの、リパブリックというのはベ,ベンチャーカピタルみたいな形でも、投資をしていたんですが、アセットマネジメント会社として、え、新たにやっていくということを、 やったとで今回ですね、面白かったのが、このゴールデンツリーが、この分野を売却したってことですね。で、このゴールデンツリーっていうのはですね、どういう会社なのかっていうと、えっと、歴史的に見てもですね、非常に、あの、大規模な有名なそもそも投資会社なんですけれども、彼らのですね、投資をする先の対象商品っていうのは、まあほいろんなものにしているんですが、彼らはフォーカスしているのが、 クレジットっていうふうに言われる、まあいわゆる社債とかですね、そういったものとか、あとはディストレストマーケット。例えば、もう破綻してしまった会社の債権を買い取ったりとか、まあもう、いわゆる一旦経営がかなり不健全になってしまった状況のアセットをですね、買うっていうことが、まあ彼らフォーカスして、よくやってるといか得意分野なんですけれども、まあそういった人たちの、いわゆるその投資家の まあ属性とといいうかっていうかかかのがかなりやっぱかけ離れてるとあのこのクレジットとかディストレストマーケットってかなりですね、レギュレーションが厳しかったりもするんですよね。で、そんな中で、あとはそのアセットを、まあ、いろんな人たちから買っていく中で、この投資家ってちゃんと会社立あの立て直してくれるのかなっていうような評判もすごく大事なんですよ。で、それとこのクリプトっていうまだレギュレーションされてなくて、評判もあまり良くない。 分野でこのゴールデンツリーがですね、継続的にビジネスをやるっていうこと自体があまりちょっと相性良くないんじゃないかということで一応売却したらしいです。で、継続的にこのゴールデンツリーはこの売却をした部門の株価っていうのはですね、株式っていうのはまあ保有するらしいので、まあ、間接的に経営には関わっていくもしくは収益を上げられるというような状況になるんですが、まあ、これは一つ面白い、あの、 ビジネスのエグジットの例だったかなと思いますし、完全にエグジットしてるわけではないので、この後どういう関わり方をするとか、あと将来的にどのようなビジネス展開をしていくのかみたいなところは、すごく注目しておきたいポイントにはなるのかなと思います。はいまあ、形は変えてリパブリックという会社で、このデジタルアセットのマネジメント会社みたいなことはやっていくので、必ずしもトラディショナルファイナンスの人たちのこの分野からの撤退っていうわけではないのかなというのには僕には見えています。 はい。あとはですね、今日、やっぱりすごく注目なのが、マクロの関連ニュースなんですけれども、皆さんにご紹介をしたいのはですね、まずこちらになります。クリーブランドレンギン総裁が、インフレデータさらにもっと必要ですよと。まだまだ利下げをするのには、判断が早すぎますねということを、改めて言っていると。で、その一方で、今ですね、彼女が、まあ、この彼女で、この女性の方なんですけども、彼女が、今、この、 物価上昇率の低下というところについては、思ったようなペースですというふうに言っているので、特別想定したいたよりも遅いというわけではないので、順調に下がっていますねというようなイメージで持っていて、かつですね、彼女は今年はですね、3回利下げを今予測しているので、まあそんなにまだこういう観点からは悲観する必要がなさそうだなというのが一つと。あともう一個はですね、今日ですね、米国の方で求人の件数の発表があったんですけれども、 前月からですね、数字に関しては、ほぼ変わらずと。まあ、若干ちょっと、求人件数に関しては、えっと、増加しているんですが、求人件数の増加っていうのは、あの、やっぱり、え求人の件数が、まあ、ちょっと、まあ、これ見てからの方のがいいかな。一応、短期的には増加はしている一方で、順調には減っていってるんですね。で、この求人の件数が、えまあ、あの、若干ちょっと増えた一方で、 え、レイオフ。ま、いわゆるその首にするという行動は、今アメリカの方で、増えているということなので、徐々にですね、この採用のマーケットっていうのが弱くなっていってる、もしくは落ち着いてきてるみたいな感じは、え、多くの人が感じられているそうです。で、かつ、ま、このような形で、え、どん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 ですね、ま、今、求人件数が、ま、あの、右肩下がりで下がっているということもあって、え、 雇われる人たちの賃金というものも落ち着いてきているらしいんですよね。なので、こういった観点からすると、インフレの圧力というのが少しずつ落ち着いてきているというのは、実際問題はあるのかなというふうには思っています。はい。まあ、あとはですね、こちらにもちょっとコメントとしてあるとおり、米国のですね、東京市は、これはいわゆる FRB の方々に関しては、理想として雇用の喪失ではなくて、求人件数の減少を通じた労働市場の難化が望ましいと考えているということで、 まさに今それが起こってるんじゃないかなと思いますので、まあ今時間はかかりながらも、ある程度、前回、あの、現状のいろんな数値だったりには、気づき満足してるんじゃないかなと思います。まああとは、今週の金曜日ですね、雇用統計発表ありますが、一応ですね、強い数字が出るんじゃないかっていうふうには言われてはいますが、まあその出てくる強い数字の本質的な中身をもっと見ておく必要があるというのは、 もう言うまでもないかなと思いますが、ほんと特筆して強い数字が出ない限り、まあちゃんとこの雇用の人数ってものが右肩下がりもしくは、まあそれになぞるような数値にあれば、ちょっと数字が強かったとしても短期的には下落するかもしれませんが、マーケットはですね。あの、それが本当に大きなマーケットクラッシュにつながるみたいな感じには、なかなかならないのかなと思いますし、やっぱりここから、まあ、あの、米国の経済だったりとか、雇用がですね、 え、しっかりと落ち着いていくにはある程度やっぱり時間がかかるというのが、まあ今の、え、ある程度のコンセンサスなのかなというふうには思いますね。まあいずれにせよ、え、ちょっと数字がどういったものを出てくるかに、まかなりよるので、え、とも言見ませんけれども、まあ引き続き今からの観点からすると、まやっぱり今回の金曜日の こういう統計もあることから、引き続き不安定な状況が、まだまだ続いていく可能性が高いのかなというふうには思いますね。はい。まあ、いずれにせよ、中長期的にはやっぱりビットコイン仮想通貨に関しては、強気相場がですね、まだ見込まれるんじゃないかなと僕は思っているので、下落すれば買い、下落すれば買いというものを継続的に僕はやっていきたいなというふうに思っています。はい。ということで皆さんいかがでしたでしょうか多くの方がビットコイン仮想通貨をですね、 このチャンネル方見てくださってる方と思いますし、あ,あとは引き続き、新しくこの分野に興味を持ってくださってる方も増えてきているんじゃないかなと思います。で、日本でも、やっぱりですね、今後、ビットコインや仮想通貨に対して投資をする仕様みたいな人が増えてくるかもしれませんが、本当に気をつけていただきたいのが、詐欺とかですね、詐欺まがいなプロジェクトとかも本当にたくさんあるので、 気をつけていただければなと思ってます。で、このチャンネルで取り上げているプロジェクトだったりについては、もうほとんどのプロジェクトが、え僕は実際にファウンダーと話をしたことがあるとか、投資家をしているとかえ、そういうものがもうほとんどです。なので、あの、他のチャンネルと取り上げているプロジェクトとか、僕がツイートしているプロジェクトとか、まあ、違ったりする場合もあると思うんですけども、多くの人が取り上げているプロジェクトが安心安全かというと、僕はそうじゃないと思っていて、 まあ特にですね、まあいろんな方が、え、投資をし、あの、まあ宣伝をしているものとかっていうものに関しては、ちょっとですね、実はあんまり微妙なものもあったりとかするんですよ。で、まあ具体的にじゃあこれが本当にどうですよ、どうですよ、詐欺ですよみたいな感じのことは言いたくないので、もし皆さんが僕のことを信じてくれるのであれば、僕はですね、そのプロジェクトについて、え、通、あの、つぶやきをしているのかとか、まあいいねしているのかとか、 まあそういったことはですね、まあ一つ参考にしていただければなと思ってます。本当に、あのいろんな人だがツイートしていたりとかするものでも、まちょっと詐欺前な、まがいなものもあったりとか、まするので、え、本当ですね、まあ本当にマーケットが良かったりとか勢いが今出てきている中で、まあそういったものにだけは引っかからないように注意をしていただければなと思っております。はい、ってことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。